小暮治一は日本の政治家、元群馬県渋川市長、群馬県渋川市出身、農業の傍ら、押されて渋川市議会議員選挙に出馬し当選、6期務め渋川市議会議長などを歴任、2001年渋川市長選挙に都半州の後継候補として出馬、自民党、公明党、社民党の推薦を得て、 関北レーラーを破って初当選を果たした。2006年2月20日、渋川市長として、渋川市、伊香保町、小野上村、小持村、赤城村、北立花村の6市町村を巻き込んだ、新設合併を成功させた。それに伴って、同年4月9日に執行された新、渋川市長選挙に無所属で出馬。星名県市ら二人の候補者を破って当選した。 他に、群馬県下水道公社理事、財団法人群馬県防犯協会理事、群馬県土地改良事業団体連合会、渋川支部長、渋川地区広域市町村県振興整備、組合理事長、渋川支部道振興会名誉会長などの要職を歴任している。2007年7月22日施行の群馬県知事選挙では、前橋市長の高木正浦と共に、 現職の小寺広之氏を打ち出したが、正治は、元群馬県議会議長の大沢正明に敗れた。2009年7月28日、在職中に、急性心不全と大動脈弁狭窄症により逝去。ありがとうございます。